これ講義では8番って書いちゃったけど、これ5が2つあって6が2つあるから、これ10番目になります。ちょっと 悲惨ですね。それで何かというと、教科書のどこだっけ。本当はもう教科書に書いてあるんですけど、218ページのあたりです。だからこれ R3、計算でいいかな。計算が A が123で213で336ですか。それで計算が、計算が、V マイナス1プラス V0 で、V9 ですか。これこういうふうにスペクトル分解しましたね。それで、で、これ V を、V1 プラス V2 プラス V3 と分、これ一時的に分解できるって話しましたね。で、これを計算に行くんですけど、PJ っていうのは、この V に対して VJ を対応させるやつですね。で、示してほしいのは、何かというと、示してほしい、何して、そうそう、これは当たり前だ。P1 プラス P2 プラス P3、これが I3 ということと、それから、P1 の2乗イコール、これ PJ でいいですか。これ J イコール。それで、当たり前なんですよ、ほとんど。で、PI と PJ は O3 ですか。これを示してほしいと。I と J 違います。それで、さて、一つずつやってみましょう。で、それで大事なのは V 属する計算を分解し、これに応じて分解し、ちょっと細かいこと書かないよ。とすると、PV が、PJV が VJ です。で、そうすると何かというと、V イコール何かというと、で、ちょっと言っとくけど、使わないかな、この PJ はなんか FJ ラム、FJA と書けるかな。これ行列ですね。これはちょっと使わなきゃですね。M3K、正方行列で書けるという話もしますね。ちょっとそれは使わなきゃです。それ使わないと、これ単なる写像にしか見えないですから、実は行列になってるってことです。そうしないと、だってこの足し算とか意味ないですね。P1、P2、P3 の足し算とか。それを言うの忘れてた。で、これ、V1、V2、V3 だと、P1V より、P2V プラス P3V ですね。そしたらもうほとんどおしまいでして、これは一般2の V に対して I3V イコール P1 プラス P2 プラス P3 倍の V ですから、で、V2 なんで I3 が、P1 パじゃなくてプラス、こういうことが分かります。それで、で、2番目ですけど、2番目ですけど、さて、
2番目だけど、PJ の事情が PJ ですか、もう J イコール1だけでいいですね。要するに、2の V 取りましょう。で、PV を V1 にしましょう。いいですか。で、実はこの V1 というのは、V1 は計算でもあって、これイコール V1 プラス0プラス0と表現できますね。スペクトル分解により書いていきますね。これ一時的ですから。いいですか？ここ0、V1 たす0たす0は V、ちょっとしつこいだけど、これ V、なんだっけ、V マイナス1。これどうでもいいんだけど、V0 ってこれ V9 ですか？こんなふうに書かれてます。 V1 は V1 たす0たす0で、入っているこういう部分がそれで V マイナス1、V0、V9 でスペクトル分解になってますね。でこれ一時的ですね。でこれが意味するのは、P の V1 は V1 だってことですね。ですから、あ、 P1 です、すいません。でこれから、V1 が P1V だってことを使うと P1 の P1V が、P1V ですね。で V は2なんで、2なんで、P1 の事情が P1 だってなりません。いいですか。それだけです。そうすると、ちょっと今使ってる、もう2回使っちゃいましたけど、 A が M×N 行列で AV イコール0、これは2の V 属する KN ですか。そしたら A が0ってことで、こういうことです。これをずっと使ってます。いいですか。というわけで、これを使ってることわかりますか。ちょっとイコール0っていうのなんか変だけど、 P1 の事情を引く P、ちょっと書くと、P1 の事情を引く P の V が0って、これですからね。この V2 だから P1 事情、あ、これ P1 が出てきた、 P1 の事情イコール P1 だっては分かりません。で3番目は、なんだっけ、あ、そうそう、I と J が違って、これが O3 ですか。V、 じゃあ 2V 取りましょう。そしたら V を、V1 プラス V、 あ、ちょっと待って、ここをやると、PV と PJV は、VJ ですね。で、ちょっとどれか分かんない、ちょっとだるいから1、2でいいかな。J が2で、1で大変だから、もうこうしましょうか。どうですか。 J が1で I が2の場合にしましょう。いいですか。これ V1 ですね。それで、さらにさっきここでやったんだけど、V1 イコールV1 プラス0プラス0ですね。一時的にスペクトル分解できますね。そしたらこの V1 に P2 をかけたら0ですね。いいですか。だから P2V1 というのは0になっちゃいます。で、ですから、そしたら P2 の P1V が0ってなりますね。これだけです。でまたこれを使うと V が2なんで P2P1 が O3 ですね。
そういうような感じです。じゃあ、今日はこれだけですね。